日が開峡は、水上勤の推理小説。1962年1月から1962年12月まで、週刊朝日に連載されたものの完結にはならず、その後、過筆し1963年に朝日新聞社にて刊行した。その後、文庫版では、新潮文庫で刊行している。2005年には、単行本として、カ出書処新社にて刊行、上編。 下変更性になっている。水上務の代表作の一つで、推理作家から社会派の作家へと移行する時期の作品。戦後の貧困にあえぐ時期を生きることになった多くの日本人の悲哀が主要な登場人物に投影されている。1965年に映画、また1968年、1978年、1988年にテレビドラマ、 1972年1990年2007年に舞台が制作された。戦後まだ間もない昭和22年、北海道岩幌町の質店に強盗が押し入って、大金を強奪した上、一家を残殺し、証拠隠滅のため火を放つ事件が発生する。火は市外に延焼し、結果的に町の大半を焼き尽くす大火となった。その夜、 北海道地方を襲った猛烈な台風により、生館連絡船、総運丸が転覆して、多数の死傷者が出る。翌日から現場で、遺体収容に従事した函館警察は、連絡船の乗船名簿と該当しない、身元不明の二体を発見する。函館署の弓坂刑事は、身元不明の二体が、七天襲撃犯三人のうちの二人であり、強奪した金をめぐる、 仲間割れで殺されたと推測する。同じ頃、青森県大港の商婦、杉戸八重は、人よを共にした犬飼いと名乗る、見知らぬ客から、思いがけない大金を渡される。悲惨な境外から抜け出したいと願っていながらも、現実に押し潰されかけていた82、その大金は、希望を与えてくれるものだった。その後、犬飼いを追跡する、弓坂刑事が大港に現れて、 八重を尋問するが、八重は犬飼をかばって何も話さなかった。八重は借金を生産して足を洗い東京に出るが、犬飼の恩を忘れることはなく、金を包んであった新聞と犬飼が使った安全紙ソリを肌身離さず持っていた。十年後、八重は太めにした新聞の紙面に驚愕する。舞鶴で食品会社を経営する事業家。 垂水京一郎なる人物が、経営者の厚生事業資金に3000万円を寄贈したという。記事に添えられた垂水の写真には、行方が知れないままになっていた恩人、犬飼いの面影があった。八重は、舞鶴に赴くが、垂水と会った、翌朝、彼女は海岸に浮かぶ死体となって発見された。当初は自殺と思われたが、東、舞鶴署の捜査官、三村刑事は、 八重の海中からたるみに関する新聞の切り抜きを発見し、彼女の死は偽装殺人であると看破する。彼の必要な捜査によって、10年前の台風の夜に津軽海峡の海上で起きた殺人事件の姿が徐々に浮かび上がり、捜査員らは貧困の中で懸命に生きた者たちの思いや、その人生の悲劇を知ることになる。制作経営クレジットにはないが、 当時東映東京を撮影所所長だった岡田茂の企画。東映京都撮影所で時代劇大菩薩峠や宮本武蔵のシリーズ作品を撮り続けていた内田に東つまみで現代劇を撮ってもらいたいと絶望したのが映画飢餓海峡の企画の発端であった。当時東映は時代劇は共撮で現代劇は東つまみで撮影されていた。 1961年9月、東つまみ所長に就任した岡田は当たる映画が一本もなかった同撮影賞、現代アクション路線で復活させ、さらに、人生劇場美写格、五番町遊戯にロ郎、王将とヒット作を連打し、意気健康の岡田が、東京オリンピックの行われる1964年に、向けて、目玉作品として、不審の末決定したのが、 水上つとむ原作で当時単行本として出版されたばかりの気が海峡の映画化であった。企画推進に異常な熱意を燃やす岡田は内田を説得し、脚本に鈴木直行を起用したが、大川社長から老素対策で再度教察所長に戻れと命じられ、脚本の完成を見ずに、工事を辻野力也に託し1964年2月教察に転任した。 このため岡田の名前はクレジットされていない。東映社長大川博士はプログラムピクチャー2本立ての低予算主義を取っており、本作品は金がかかりすぎるという理由で一度東映に断られている。しかし、内田の息子と安倍政治が実際よりも安く済むように見せかけた予算表を提示して制作にこぎつけた。脚本、撮影ともに難航。 岡田の後、東つまみ所長として赴任した辻野力也は、北海道、東北地方での長期にわたる地方ロケ及び W106 方式による撮影の障害などを考慮した莫大な予算の編成、獲得に活躍したが、半年後の1964年8月本社に転勤した。辻野の後は、今田智則が盗撮所長に赴任と、 期間中所長が3人も変わるという不安定さで、撮影所内が混乱し東つまみも、老子闘争を生んだ。今田は、当時40歳、岡田と並び将来の投影を担うと当時評価されており、大川社長は、岡田と今田を、東西の両撮影所所長に据えて、東映の新たな時代を築こうとしていた。脚本の鈴木直之は、1963年に、 すべて岡田からの指示で、人生劇場美写画、人生劇場続秘写画、武士道残酷物語、宮本武蔵に刀流海岸、五番町夕霧郎、おかしな奴と六本の脚本を担当。以降、岡田のプロデュース作品に起用され、脚本はすべて岡田と話し合いを重ねて完成させた。これらのハードな仕事をこなした信頼から岡田に、本作の脚本に抜擢され、 代表作とした。鈴木は、この後、巨匠たちから、脚本指名を受けるようになり、巨匠キラーと呼ばれるようになった。巨匠キラー鈴木直行を作り出したのは岡田だった。ヒロイン、杉戸重役には岡田が、佐久間良子を推し、内田も了解した。しかし、岡田が、教察に戻ると内田が、佐々地子に変更した。岡田は、三国連太郎を嫌っていたため、 三国の主役なら、取らせたくないと内田に伝えたが、内田が、これは三国以外にやれる人間はいないから、三国でなければ俺が降りると押し切った。また、高倉健の起用も、内田の意向という、ロケは、東京、下北半島、北海道、舞鶴の各地で行われた。映画の撮影にあたる内田は、現代の日本人全体が置かれている、飢餓の状況を描くためには、 従来の方法でダメだと思い、流霊な画面ではなく、苦渋に満ちた画面を求め、16ミリで撮影された、モノクロフィルムを35ミリにブローアップさせた、W106 方式を開発した。この方式によりザラザラとした質感や、現像処理で動く、同版画のような画調をもたらす、ソラリゼーションなど、当時の小型映画によく見られた実験的手法を、積極的に導入して、 映像はそれまでの日本映画のウェット感とは一線を、隠した乾いた皇室の印象をもたらした。夏秋冬と3シーズンをかけ、撮影が終了したのが1964年12月、初旬。当初、映画の公開は11月を予定していたが、風切りは1965年1月に変更となった。東京から遠いロケ地へ、芸能記者が内田にコメントを取りに行き、 内田に、この映画のテーマは何でしょうと質問したら、内田が天を指差し一言、空だと言った。完成時の本作は192分1秒に及び、あまりにも長いため、所長の今田は、フィルムカットを決定した。しかし内田は、聞き入れず、助監督だった大田博士が、今田の意向に沿って、カットを行った。内田は、短縮版を封切るなら、監督。 内田トムの文字を外せと強く反発、カット事件として大騒ぎになった。内田と、今田は、親子ほど年が離れており、また今田は長く営業畑にいて、映画制作の現場は初めてということもあって話が、こじれた。スポーツ紙は競って連日、大見出しで事件を報道し映画界も騒然となった。教察に戻っていた岡田が内田と電話で話し、 大川社長と二人で話してくれと段取りをつけ、大川と内田の二社面談での歩み寄りにより183分の修復版を作ることが決定した。この二人の歩み寄りは折衷案だという。岡田は著書で直営館では183分の修復版、その他の契約館では167分の短縮版を上映するという条件を内田に私が飲ませたと書いている。 フィルムをカットした大田は著書で、所詮偉い人には頭を下げる内田に怒りを感じたと述べている。一本立工業と記述されることが多いが、正しくはコ大都市のみ、本作の一本立特別工業。その他の劇場は、あの雲に歌おうとの2本だけ。初公開版は167分に短縮され、完全版を上映したのはごく一部のわずか4巻のみだった。その後、 このことが原因となって、内田監督は東映を退社した。大川博士の没後には完全版が再公開されており、1975年に大阪で183分完全版が先に公開され、1975年10月18日から東京丸の内東映で完全版が単館公開された。その後、札幌と福岡でも公開されている。 現在ソフト化されているのも完全版である。完成時のオリジナル版は2018年11月時点で見つかっていない。東映の写真には本作は工業的にも大ヒットし、作品的にも高い評価を受けたと書かれているが、公開終了直後に他社の幹部の座談会で一家のやりとりがある。森久志明、飢が海峡も写真は良かったけれども、 あまりパッとしませんでしたね、池内博冷飯ですかね、橋本正嗣。冷飯とはちょっと違うけれども、小さいですよね、森。変な話だけれども、気が回凶を東方でやっていればお客さんが来たと思います。それをヤクザとエロを毎日やっている東映が、ポカッとやったから、東映のお客さんが戸惑っちゃったと思いますね。カット事件と莫大な予算超過の問題で、岡大家幹部が、 大川社長から始末書の提出、研究処分を受けた。各人が書いた始末書の全文は一時の違いもなく、撮影書の掲示板に貼り出され、見学者が後を絶たないほどのひどい恥ずかしめを受けた。他受賞 NHK 総合の水曜劇場1972年文学座により公演。富士テレビ系列のゴールデンドラマシリーズ枠で放送。他富士テレビ系。 男と女のミステリー枠にて放映された。第15回放送文化基金賞を受賞。他1990年、知人会により講演。2006年、知人会により講演。ありがとうございます。